なるほど。ええ。いいでしょう。なるほど。はちみはちみはちみ。なるほど。はちみを舐めると。ありがとうございます。ありがとうございます。行きましょう。素晴らしい。いいでしょう。ええ。頑張ってください。ごめんなさい。どうしましたか？その…いけません！その…頼みましたよ。ブルームス迎え撃つチームファースト、運命の最終レース
どんな結果となるのか。1番人気はもちろんこの子、5番、3番人気には6番、さあ2番人気はこの子、二冠馬娘ライスシャワー、十分に勝利を狙えますよ。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。大宅ヘリオスと5番、この2人が競り合っているぞ。大宅ヘリオス快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは大宅ヘリオス、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は5番、さらに7番、2番並びかけてきたライスシャワー、外から行く。そして外目を突き出しては12番、そして内目を突き出しては8番、内を回って4番、1馬身離れてバンブーメモリー、1馬身差6番、後方2番手に1番、10番、現在しんがりだ。意気揚々と先頭を行きます。大宅ヘリオス、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。各馬娘一段となって団子状態の大混戦、前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。大欅を越え4コーナーへ。まだ先頭は動かない、これは直線勝負になるか。5番内で様子を伺う。さあ外から先頭を伺うのはライスシャワー、5番、まだ抑えたままだ。ライスシャワー、ここで抜け出した。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはライスシャワー、3人並んでの意地の張り合い。400を切りました。飛び込んできたライスシャワー、先頭5番、しかしその差はわずか。抜け出したのは5番、だが後続も追いつかれ、残り200。ライスシャワー並んできた。5番、嬉しいけど粘っている。誓います、大好きな人と幸せの青いバラに。ライスだって咲いてみせる。ライスシャワー抜け出した。ライスシャワー、足色は衰えない。ライスシャワー1着でゴールイン。実力をいかんなく発揮し、レースを制した。最終第5レース、勝ったのはライスシャワー。これ以上ない結果をチームへ届けました。2着には5番、3着に入ったのはバンブーメモリこんばんは。あの、しかし、そしてきましょう。アイス、なりたい自分に近づけたよ。